開いて中央に向かって折っていきます。折ったらまた半分に折ります。折れたらこの端の部分をこのように線に沿って折っていきます。下側は反対側から折っていきます。もう一枚は対称になるように折っていきます。この部分を真ん中に向かって裏がこのようになるように折っていきます。折れたら平らな方同士を合わせてこの部分をこのように折っていきます。折れたらもう一枚の紙の中の方に差し込んでいきます。形を整えて手裏剣の完成です。